オジロワシについて説明します。日本では北海道に多く生息しています。とても大きなワシで90センチメートルくらいあります。残念なことに鉛中毒で多くの野鳥が被害を受けています。して飛んでいます。最終目的地の鳥類島に上陸します。あそこに接岸します。船を接岸させ上陸です。鳥類島は小さな無人島ですが観光用に整備されています。室内には阿寒湖について展示物があります。あの有名なマリモです。あとは寄港するのみ。これで本動画を終了します。ここまで動画を見ていただきありがとうございます。